2013年1月28日、突如としてこのような書き込みがなされた。動機が止まらない。どこかでぶちまけたくてきた。学生の時に総額に30万バイト先で万引きした弟。他にもしてた。現金は十分持っていた。温情で窃盗罪には問われず、大学に入れ卒業就職し数年。当時、弟が放り出したゴミ袋の仕分け中に見つけた他人のキャッシュカード。どうすべきか分かっていても怖くてずっと隠し持ってたのだけれど、久しぶりに見て呼吸が苦しい。ATM に吸い込ませようにもカメラが怖かった。自分が、周囲にバレる、犯罪者の家族になりたくない。入手経路も分からないしと逃げた。窃盗のことで警察に行き賠償もしてた親にも言えない。実際に下ろしてないだろうけどカード以外は？財布に現金とか持ってたのはカードだけ？当時以上に今なぜか苦しい。仕分けした自分の自業自得だけど、処分したい。読みにくい文章読んでくれてありがとう。勝手なんだけど誰かに背中押してほしい。ごめんなさい。テンプレ読まずに愚痴ってしまった。そんなもん、さっさとハサミでみじん切りにして処分しる。ATM に吸わせたところですでに止められてるからお前が逮捕されるだけ。カメラあろうがなかろうが関係ない。同意、持ってたところで無意味。つうかそんなメンタル弱くてこれから先大丈夫？もう弟はまともなの？しっかり突き放さないとどんな余白があるかわかんないよ。すれちにありがとう。他で笑うことができ、思い切って処分できました。メンタル弱いなんて考えたこともなかった。ただ数年で何度か出しては眺めてて、その度負の感情をカードに溜め込んでいたと、処分した今思う。物に念が宿るってこういうことなのか。今の弟、人様に迷惑かけるようなことだけはしていないことを信じたい。もともと買い物依存の毛もあり、当時からひどいもの。盗んだものも自分で買ったものも使い切らず、時に開封もせず、分別もせずゴミ袋に入れっぱなしで放置。物に執着心がありすぎて困る自分とは真逆。あるだけ使うのは目に見えてるので資産については暗黙の了解で話していません。いつか何の心配もなしに渡せる日が来るのか不安。ハサミだと時間がかかるし、手が痛くなりそうだからスレッダーすればいい。犯罪者の家族になりそうね。常になってるじゃん。塀の中に行ってないだけで、弟のやったことは犯罪には違いない。でもあなたがそのカード類を隠し持つ必要はないでしょ。さっさと処分しないと万が一誰かが見つけたらどうなるか。犯罪者の家族である自覚はあります。それを踏まえて身勝手ですが、知人に知られるのが嫌でした。最初拾い上げたのは、返さなきゃ、ととっさに考えたから。その後はバカです。です、ありがとうございました。なんで、道義親に渡して、親に全始末させなかったのかね。姉が消滅抹消に手をかすぎるなんてないのに。不思議な心理な。ゲスパーだが、親と結託して積みかぶせられる可能性だってある。泥の親は泥、と考えた方がいい。早く逃げろ。縁切りは無理でも若石とか関係を薄める方法はいくらでもあるはずだ。最初の書き込みの ATM 以下が当時の心境です。弟の窃盗で警察や被害に遭われた会社にお詫びに幾度も向かい、辛労でくたびれた父親を見ていたので言う気にはなりませんでした。母も怒ると怖いし、何度も失望させたくなかった。本人に言わないのは逆ギレされるのが面倒と考えた？曖昧。読みにくい文章で誤解させてすみません。子育てはともかく、親は真っ当で常識のある人たちです。あと、自分自身のことですが文字にしてみたら弟が盗んだかもしれないキャッシュカードにまで執着していたことに気づいて恐ろしくなった。手放せて本当に良かった。釈明のためにのこのこと出てきてしまいました。失礼しました。付き物を落とせてよかったな。当時、警察沙汰を聞いて真っ先に浮かんだのが、こんな犯罪を犯して前科つかないなんて、みんな、被害者警察親、甘すぎ、と自己保身、とかけらの情からくる、安心、だったことを思い出した。性格悪いな。弟今ではまともなの？そうじゃなかったら死ねばいいくらいな目人間だね。社会の目が怖くておとなしくしてるんなら、見かけはまとも。警察沙汰か社会人になったことでか。家族を軽んじる態度は若干おとなしくなった。ゴミ袋の入れ方見ると物に対する扱いはあまり変わりなし。家を出たのでたまに様子からですが。泥棒育ててる時点で真っ当で常識もある人間ではないと思う。ごもっとも。一見普通なだけです。外的要因もあるとは思いたいですが、家の環境でしょうね。白状すると、夫婦仲冷めてたし、お金なかったら悲惨だったろうな。それとも、なければ家族まとまろうって頑張ったのかな。わからない。アドバイス、いたわり。きつい一言全部ありがたかった。書くこと言われたことで消化できた気がします。
見ないふりで歪んだ家族関係と私の性格はどうしようもないけど、他に迷惑かけないよう気をつけます。その1時間後。ああ、ここ来たら、また不安になってしまった。消化したとか書いたけどダメだ。カードの持ち主の方が気がかりだし、勝手に消化したとしたら失礼だ。カバン財布ケース丸ごと？それらしい廃棄物多分なかった。せめて本人を問いただすべきだった。通貨親に言え。もう一つ白状すると、ATM に吸い込ませるって書いたけど、置き忘れなどを ATM に預ける機能を知ったのは数年前。当時は警察に遺失物として出すことぐらいしか思いつかず、もっと怖かった。挙動不審でバレそうだし、申告すべきだけど、保身の気持ちが強かった。持ち主が今不安でなければいいけど、そんなの確かめられない。カード処分できたのは良かった。物がないからといってことはなくならない。当時逃げたせいで今苦しい。今さら問いただすのは無理。このスレをもう開かないでいたらとりあえず苦しいのは治るかも。ぐるぐる思考が回って止まらない。もやもやしたまま問題から逃げ続けるって最低の結末だな。すっきりしたレスで消えられると思ったけど、そんなうまい話ねえよ。最初に逃げたらもう無理。警察沙汰になったんだったら、その警察署に持っていけばよかったのに。カードなくしたことがあるけど、即手続きしたし紛失したカードはこの世からなくなってくれた方がありがたい。使えないとしても、自分の情報の片鱗が乗ったカードがこの世に存在し続けていると考える方がいいや。多分それ、俺のカードだから、そのまま断裁廃却してください。マジで。弟だけでなく一家全員。特にご本人がおかしな精神状態。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。